ですね。バタークッキーが当たりました。これはなんだ、前このようなカステラスクイーズが当たったんですが、今回はこれスクイーズかな。どっから開ける？おお、すごい、すごい、めっちゃミニチュア。どうなってんのこれ、取れたりする？あ、取れないかな。ちょっと取ると壊れそうな感じがする。あ、取れないですね。ここ接着剤ついてる。めっちゃリアル。これはスクイーズではない感じです。うん、硬いですね。個人的にはこれ一個一個取りたかった。一枚一枚バラバラってこう外れるとね、よかったですね。めっちゃかわいい。チョコクリームサンド、レーズンクッキー、あーいいな、すごいかわいいこれめっちゃかわいかった。続きまして2つ目いきたいと思います。2つ目、オープン。お、なんだこれ、フルーツ缶詰ジェルスライミー全5種類の、これはチェリーかな、さっきのチェリーかな。めっちゃかわいいトッピング。今ね、猫ちゃんが飛び降りましたねあーあーあー、爪やってる、チェリー缶。めっちゃかわいいパッケージ。パッケージはこのような感じで、おお。これ匂いとか、あ、ありそう、匂いありそう。おお、いつものこのなんかジェルスライミーってこういうね、いい匂いするんですよ。その匂いがする。フルーツっぽい感じっていうのかな、すごくいい匂いがしてる。で、ここの中にこのチェリーをトッピングするんだ。これめっちゃかわいいな。わ、すごいすごい。これも固めです。お湯丸っぽい感じ。これをトッピングすると、このジェルはすごく柔らかいです。どうだろう、触ってるうちに結構ジェルってこう硬くなっちゃったりするんですが、あ、これもやっぱそうだな、ジェルね、難しいですよね。めっちゃ可愛いです。あとこの触り心地がすごくいい。うん、めっちゃいいですね。これ可愛い。全5種類か。うわ、このラズベリーとかブルーベリーいいですね。可愛い。バナナもいいな。ちょっとこれまた回したいです。めっちゃ可愛い。めっちゃプニプニしてます。で、この中にちゃんと保存すると、かわいいです。3つ目いきたいと思います。オープン。うわー、びっくりした、びっくりした、これ何、うわー、リアルすぎるでしょこれ。焼いて炙ってお魚コレクション、これをつければ忘れ物しないほどのインパクトも。確かに、うわー、このね、ホタルイカとかやばいな。あ、焼き鮭とかもあるんだ、すごいすごい。これはもうスルメイカですね。めっちゃやばい。うわー、なんか
いのかな、これは。なんだろう。うわ、めっちゃリアル。やばいな。これはちょっと、かなりインパクトある。うわー、すごい。本当に、間違えて食べそうな感じでリアルです。これわかんないよね。うわー、かわいい。これかわいくないね。かわいい感じじゃないね。ワイルド。ワイルドかな？うわー、あるある。こういうとこあるある。あるもん。うわー。めっちゃリアルです。焼き鮭かな、欲しいのは。うん、あと西京焼きとか。うん、ホタルイカ、うん、いらないな。リアルすぎちゃってね。はい、続きまして4つ目いきたいと思います。お、これね、テープないですね。開かないな。ちょっと待って、よいしょ、オープン。足が見える。ユニコーン。これはプリプリアニマル。嫌な予感がする。これはすごく嫌な予感がする。つまむとお尻からジェルが出てきます。つまんで戻すとお尻にジェルが入ります。うわー、すごいな。これこの間のプープシーみたいな感じですね。本当だ、これね、ジェル、ジェルでもさっき当たったジェルとはまた違った感じですね。あとスライムの色がね、かわいい。おーおーおー、水っぽい感じです。これはタプタプかな、ジェルっていうより。おーおーおーおお、かなりちょっとこの大きいですね。おーおーおお、すごい。このどれだけこのジェルが入ったかがわかる。ブリッブリブリ。うわー全部一気に入らない。ブリッ、やばー。これはちょっとこのぐらいちょっと切れば入るかな。全部は一気に入らないかな。あ、急にお腹が痛い。お腹が戻っちゃった。うまくいかなかった。ちょっと待って、これ、あー、ダメだ。ブリッ、戻るな。ダメだ、出そうで出ないってやつですね。これはお腹痛いんだけど出ない、出ない、出た。これはゆるい。ダメじゃん。はい、続きまして5つ目いきたいと思います。あー、まだついてた。もうダメじゃん。やだ、ついてる、ついてる。ここが開かないわ。なんかコツがあるんですね。よいしょ、オープン。めっちゃかわいい。アニマル小町はんなりこけし。わー、この子は誰だ。犬かな。犬、犬小町だと思います。この子めっちゃかわいい。これはなんか木っぽい、木みたいな感じかな。おお、うん、かわいいです。すっごいかわいい。これはちょっとね、あのカバンとかにつけれますね。かわいい。ちょっとつけれないかな、これは。続きましてラストですね。ではラストいきたいと思います。オープン。おお、スクイーズだ。めっちゃ嬉しい。来ました、スクイーズ。あれ、今日初かな。今日スクイーズ初ですね。いやー、嬉しいです。これキキララのホワホワレインボーパンの、これなんだろう、アンパン、どっちだ、アンパンかな。アンパンですね。このアンパン当たりました。色がすごい、もうこの絶妙な感じ。夢かわ。あー、すごい。しかもここ星のチャームがついてる。程よい低反発。この色とこのね、ツルツルした触り心地もいいし、ふんわりしてます。いやー、これかわいい。めっちゃこれかわいいです。今回なんか夢川グッズ、
当たりましたね。では今回のお気に入りはこちらの2つかな。これすっごい可愛かった。はい、本日もご視聴ありがとうございました。